ばんは。タワーまだ5周年じゃないですよ私。ありがとうございます。タワー誰だ、ちょっと待って、サプライズレバーさん。あ待って、昨日もくれたのに誕生日タワー、ありがとう。タワー、タワーありがとう、5周年おめでとう。サプライズレバーさんありがとう、ありがとうございます。さて、まもなく、まあ、あと13分ぐらいで私ショールーム毎日アイドル多分5周年を迎えます。いやありがたい、本当にね、気づいたら5年でした。やばすぎ。私もあれ、まあ、こんなに続けられるとは思ってなかったですね。まあ本当に普通にアイドル AKB もそうだし、普通に私って人生でこんなに一つのことをこんな続けられるんだって、しかも毎日やるって本当にマジでアホほどしんどくて。そう、自分で言うのもあれなんですけど、本当になんだろう、なんか正直マジで一回めちゃめちゃ前に毎日アイドルが途切れた時、もうほんと5年前に、5年よりちょっと前かに、毎日アイドルが一回途切れた時に、このまま毎日アイドルやめようかなって思った日ももちろんありました。このままやめた方が楽だよなって思った日ももちろんありましたけど、でもやっぱ結局は暇だから配信しちゃうし、なんか今日あったこと喋りたいなとか、この話したいって思う時に、 なんかどうしようかなって、何喋ろうかなって思う時に思い浮かぶのは、あ配信しようみたいな気持ちで、なので本当本当にね、それこそ配信を見てファンになってくださった方も何人かはいますし、そう多くはない知ってる、でも本当に配信をやってたからこそファンになれたよ、待ったよって人もいますし、本当にありがたい限りだなって思うし、それこそってなんかめっちゃ私の中の流行語なんですけど、なんか毎日めっちゃ前に毎日そのショールームを1000日ぐらい続けた時に、お仕事のところでスタッフさんと一緒にお話ししてた時に、なんか強みみたいなのありますかみたいな聞かれて、そうスタッフさんがその配信毎日やっててっていうのをやってた時、言われた時に、どんぐらい続けてるんですかって聞かれて、1000日って言うとえみたいな、やっぱびっくりされるわけですよ、1000日みたいな。もうその時も3年ぐらい、まだ毎日アイドル始めて3年ぐらいだったけど、今はもうそのプラス2年してそう、もう毎日5年配信を続けてますって、本当に、まあ、コロナはもうしょうがないとして置いといて、それは代替措置があったとして置いといたとして、本当に5年間配信を続けてますっていうのって本当に激強で、正直多分アイドルを10年続けてて毎日配信を5年間続けられてるっていうのは本当になんか人ごとにするとめっちゃすごいことだよなって思うんですよ
そう、私的にはもうみんなになんか今日あった話とか、なんかとりあえず話聞いてよみたいな話をしてるだけなんで、正直すごく楽しくなんかっていう感じなんですけど、人ごとにするとめっちゃすごくて、5年ってやばくないみたいな、うん、って感じなので、本当にでもこれも本当見に来てくださってる方がいなきゃ私自身も5年も続けられてないし、5年って大学卒業できる、いやマジで5年って本当に人を産んでもうすぐ小学生みたいな感じですよね。本当にでもそれぐらいびっくりではあるんですけど、でも本当毎日見に来てくださる皆さんのおかげだし、多分まあね、忙しかったらもしかしたらね、もっともっとできない日もあっただろうけど、時間的にもやっぱ15分もきついみたいな時もあっただろうけど、でもそれでもできちゃってたみたいな。そう、うん、何よりほぼ健康であることが一番の配信5年間できてる秘訣というか。そう、自分でもびっくりではあるんですけれども、やっぱまあいろんなね、日々それこそご飯食べたりメイクしたりみたいな、やることやったり書き物書いたりパソコンカタカタしたりみたいな、金曜ロードショー見たり、本当に好きなことをさせていただいてるわけですけど、それでも見てくださる人がいて、こうやって今日もお祝いしに来てくださってる方がいて、なんかね、途切らせるのをね、途切らせる場面を失いましたよね。本当に。お、誰だ、タワー、 A ダッシュさん、タワーありがとうございます。タワー、タワーありがとう、 A ダッシュさん、タワーありがとう、ありがとうございます。正直ね、途切らせる瞬間を忘れた、マジで。うん。でもそのおかげでこの間12月にこう年間アワードみたいないただけたりとか、うん、私自身が配信を頑張るって言った第一人者ではないけれど、でも配信のことを大切にしてるメンバーの一人ではありたいなって、これまでもこれからもそう思ってますので、うん、なんかそれこそこの間とかお昼とか朝とかに配信してたら、なんかみんながなんか昨日、はい、久しぶりに夜にやった時に、久しぶりにハルピョン見れたよみたいな人が多くて、そうごめんって思いながらも、なんかそうやってみんなのまあ頑張れる糧に少しでも慣れてたらなとはこれからも思いますね。私も配信頑張ってるわけじゃないかもだけど、あんまり配信をやってる糧になるのはみんなのコメントだったりがあるからなので、やりたいことやらせてもらってますし。本当、ヨッシーさん守りたいこの笑顔ありがとうございます。
うん、5年間本当に、まあでもやっぱありがたいですね、いっぱいいっぱい本当すごいって言ってもらえるのは、なんかそうやってこんだけやってますみたいな言うと、すごいって言ってもらえるのがすごく嬉しいしありがたいからこそこれからも続けようって思うし、見に来てくださってる皆さんがいてくださるので本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいです。これから先もきっと配信は多分続けます。5年、はい、なんか終わり時を見失ったので、まあ楽しいし西くんさん生きがいありがとう、生きがいでよかった本当にもうなんかめちゃめちゃ配信で嫌なことがあったとしても多分次の日やるしそう、まあ、やってないより多分やなんかこんだけやってるんですって言う人ってやっぱ強いと思ってるので、私自身もやっぱ私もそりゃももちゃんの2000日みたいな2000何百日みたいなの聞いてすっげえなって思うし、うん、だからそこが目標なわけではないけれども、普通に自分が楽しく配信ができているのであれば、それはそれで配信を続けていきたいなって思ってます。なんかそれで例えば配信のなんかちょっと難しいなんか心を傷つけるコメントとかがあって配信が嫌いになったってなったとした時に、そのままでも配信を続けるかっていうのはそれは多分続けないと思うんですけどそうだったらもう多分なんか配信のなんか、あ、今日も配信しなきゃみたいな、それがすごい何日も続いたりとか本当に憂鬱みたいにならない限りは多分続けていくと思うので、そう、そりゃねこんだけね長い日数続けてたり、私自身1回の配信が結構長かったり、なんか喋りたいことがいっぱいあったりとかして、そうなんかね、こんだけ長いとどうしても、まあ、出る杭打たれるじゃないけれどそりゃ未だに現れますよ、インスタだったりとかにはね、長時間配信したりとか、あとコメントにもたまに来ますけど、でもそんぐらいへでもないって感じなんで、もうなんかもう昔はちょっと傷ついてたけど今はもう別になんかもう配信やりすぎてへでもなくてみたいな気持ちなので、正直そう、まあ、5年経ちました。そんなどうでもいいアンチの話をしてたら5年経ってしまいました。最悪です。もっといい話をしながら5周年を迎えたかったありがとうございます。ともゆきさん、てつやさん、長月さん、鉄道のエイトさん、ありがとう。タワー、タワー、タワー、ありがたわー。待って、最初からこっちから行こう、最初の方から行こう、もう一回、タワー、タワー、ありがたわー、ともゆきさん、ありがたわー、タワー、タワー、ありがたわー、てつやさん、ありがたわー、タワー、タワー、ありがたわー、長月さん、ありがたわー、タワー、タワー、ありがたわ、鉄道のエイトさん、ありがたわ、ありがとう。まだ来てる、待って、タワー、タワー、
ありがたわ。マックミックさん、ありがたわ。たわたわ。ありがたわ。くじの大吾さん、ありがたわ。たわたわ。ありがたわ。直吉さん、ありがたわ。ありがとうございます。ありがとう。たわたわ。ありがたわ。カメキュンさん、ありがたわ。たわたわ。ありがたわ。コロポックルさん、ありがとう。ありがとう。たわたわ。ありがたわ。コウキさん、ありがたわ。ありがとうございます。皆さんすみません、なんかいっぱいお祝いしていただいて嬉しい。橋本、別にね、あの本当なんか皆さんが見に来てくださったりとかしてるだけで、いや、あの強いハートは別に持ってないんですけどそう、でもなんか強いハートは持ってないけど、なんかめちゃめちゃどんだけこう長時間やってんだみたいなアンチされたとしても、なんか別に長時間やってても長時間見に来てくださる人は見に来てくれるし、そうむしろ長時間やってる方が、それこそじゃあ6時には来れるけど8時にはちょっと子供お風呂入れなきゃいけなくて行けないんだよねとかっていう人も、じゃあ6時から9時までやってたらどっかのタイミングでは見に来れるじゃんって思って、なんか別にどうでもよってそう、そんな、なんかみんなにそうって思えるようにはなりましたね。少しは別に心が強くなったわけではないけど、みんなが見に来てくれるから配信やろうって。もうこれがゼロでアンチ150とかだったらいやだけどそう、本当に、あ、本当だ、プレゼントでも、待って、ちょっと待って、タワータワー、ありがたわ。にもすけさん、ありがたわ。ありがとう。そうだ、あれ、これ風船いるやつ、やべ、風船じゃない、ストローいるやつ。あ、セット内容にストローって書いてある。あ、入ってました、ストロー。すいません、普通こういうの準備してから配信するもんです。あ、待って、これ銀色、まあいけるか。銀だとね、ちょっとね、反射ピーンチみたいな。ちょっと今ここパソコンとかいっぱい置いてあるから、反射ピーンチって感じなんで。ちょっとお腹いっぱいでさいや、うちが綺麗にすればいい話あ、めっちゃ綺麗。どっち？こっちの人。逆、こっちか。5です。スクショタイム。
ちょっと今のうち風船がついてるうちにスクショしといて。そう、こういうの剥がれてきちゃうから。はい、ありがとうございます。スクショ終了。5周年おめでたいっすよ、マジで。本当に毎日5年間絶対に見てますみたいな人は絶対いないと思うんですけど絶対いないと思うんですけど、これから見てください、ぜひ。いや嬉しいね、祝ってもらえるのが嬉しい、本当に。こんなにたくさんの人に。そう、できる限り見てますって人は多いと思います。ありがとう、それは嬉しい、マジで。だし今のピョンズ、なんかゆきりんさんも言ってたけど、今の AKB に見送ってもらえるのが嬉しいっていうのはすごいわかる。今のピョンズに祝っても 5年っていうのを祝ってもらえるのがすごく嬉しい。今のピョンズが大好きだから、今のピョンズに5年っていうのを祝ってもらえるのが嬉しいので、今応援してくださってる皆さんとこうして5周年をお迎えできてすごく嬉しいなと思います。ありがとうございます。そんないい話を喋りながら配給回してるなんて絶対言えねえ絶対言えねえ、絶対に言えねえ、言っちゃダメだからねみんないや放置ですよ、その置いてるだけだけど、そうやって放置してるだけだけど、絶対言えねえ。まあでもこれが橋本ですよね、本当それはそう、私もそう思う。じゃないとって感じ、じゃないとハルピョンじゃないよね、マジそれな。ピョンズになれてよかった、嬉しい、ありがとう。今日は5歳おめでとう、ありがとう。5歳になりました、無事。無事5歳を迎えました。本当に皆さんありがとうございます。まそんな感じですはい、そんな感じです。別になんか大きな何かがあるわけではありません
高間顔さん、5周年おめでとう、ありがとうございます。せーの、タワータワーありがとう。高間顔さん、5周年おめでとう、ありがとう、ありがとう。うん、そんな感じ。よかった、メイクも髪もバッチリで今日マジ楽だわめっちゃ楽だ。うん、自分でメイクも髪もやんなくていい、よかった。メイクはやったけど髪はね、やんなくてよかったから。タイミング良い。玉ねぎはちょっとさすがにあれで電車乗って帰るのやべえなと思ったんで、玉ねぎだけ外してもらいました。はい、そうなんですよ、ダレ恋公演出演します。やばすぎ。正式に橋本さん5月1日出ますって言われたのは昨日です。そんなの何も覚えてるわけないやばすぎだって。1週間、やば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 、頑張るけど。そう、でも本当に若手と一緒に結構初日を迎えるので、正直一緒に公演に出たことないメンバーも多いので、なんかドキドキって感じですが、まあ私は私らしく特に何も変わらず、まあちょっとはね、というかかなりね緊張してるとは思うんですけど、きっと初日だし、そう、みんなで合わせたことも一回もないし、だからすごいドキドキではあるんですけど、でもまあ劇場が大好きっていう気持ちは変わらないし、その公演が僕隊であろうと誰恋公演であろうと、公演の演目が変わったとしても劇場が大好きっていう気持ちはきっと変わらない、きっとっていうかまあ 100% 変わらないし、なので私は私らしくパフォーマンスできたらなと思いますが、ドキドキです。はいめっちゃ緊張してます。なので、どうしましょうって感じです。ちなみに一応さらっとはやったんですよ、全曲。あ、嘘、ダウンタウンホテルとユニット以外さらっとはやったんです、振りの確認は。でも立ち位置の確認もまだしてないし、振りの確認だけだし、さらっとした。 あと投票曲も1曲もやってない。え、何になるんですか、投票曲何にする、何にする、みんな決めてもらっていい、先に先に決めといてもらっていいって感じなんだけど、正直まあでも本当にとりあえず楽しみたいと思いますね。久しぶりに一緒にみずみんとも出れるし嬉しい。でもリフレインが人気なんでしょ。リフレインだけとりあえず真面目に頑張って覚えていこう。他の曲はさらっとやっていこう。でもそういう時に限ってなんかさらっとやった曲になるから怖いからやめよう。ちゃんと全部やります。はいえ、本当にあれ多分ガチなんですよ。私出たことないから分かんないけど、多分本当にガチめなので、ガチめにやってるので、そう、怖いです、とっても怖い。なんかうちらはその8の時は2時間前に雨降って
ってたら、公演の2時間前に雨降ってたら1曲追加っていうのをやってたんですよ。でもその時はもうすでにリハの状態でも知ってたから、しかも1曲その決まってないから、1曲だったから、決まってないっていうか、この曲かこの曲かこの曲じゃなくて1曲だったからこそ対応できたし、そうリハもね、じゃあ雨降ったんでやりますみたいな感じだったけど、マジでこれは本当にもうみんながさ、だって投票してくれないとさできないってことは本当に当日のギリギリに知るんですよね。もう恐怖だよね。もうユニット曲の時とかさ、ユニットってさ16人だからさ、今回1曲1人1曲じゃん。もうその時にもうずっとこのその立ち位置表見てるしかないよね、もうってぐらい結構怖い公演ではあるんですけど、でも私の大好きな愛しのゆいりさんがこうセットリストだったりとかメンバーだったりとか構成だったりとかを考えてこう組まれた曲というか組まれた公演だし、プロデューサーが大好き沼ゆいりさんなのでしっかり頑張りたいと思います。そしてまあポジションが被ってなければいつかは一緒に出れると思うので、まあ、被ってたら私が2ポジ目覚えるんですけど絶対に被ってなかったらいつかは一緒に出れるんじゃないかな、被ってても、まあ、私が2ポジ目覚えますっていう気持ちはすごく強いので、はい、その時はその時でゆうりさんと一緒に出れたらなと思います。プロデューサーとプロデューサーと一緒に出て、私はなんでこのユニットに選ばれたんですかって聞きたいと思います。しっかり、病気ですね正直マジで。でも今日もめっちゃその話で話題で持ちきりだったわけじゃないけど、そういう話になったんですけど、なんかやっぱ若い子たちが多い分、そりゃさ他の先輩とかもそりゃちょっとは不安じゃないですか。一緒に出たことがないからこそ、こうでなんて言うんだろう、どんぐらいのこうなんて言うんだろう、レベル感というかどんぐらいの感じなんだろうっていうのが分かんないからこそ、やっぱ不安ではあるんですよね、そりゃみんな一緒に出るっていうのも、そうそうそう、だからそう私も不安だし、そりゃ1日めっちゃ不安ですって話を今日スタッフさんとか、スタッフさん劇場のねスタッフさんとかにしてたら、いやアルピオンは大丈夫だってめっちゃ言われたので、えもう逆にそれがプレッシャーみたいなそうそうなのよ、逆にそれがプレッシャー、いやハルピオンは大丈夫だってみたいないや誰も心配してないよみたいな話されて、いや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 ってそれが一番怖いそれが一番怖すぎる逆に、うん、でも頑張りたいです、そう思ってもらえる思ってもらえてるのであれば。でもめっちゃ怖いですその期待値が一番不安まあでも楽しんで公演できるように私も、まあ、毎日ちゃんと頑張るぞって、こうレッスンっていうか練習自主練頑張るぞって気持ちだし、今日も公演の前に自主練行きました。レッスン場に自主練しに行って、そっからレッスン、だから頭の中なんかもう今何公演やってんのか分かんなかった今日僕隊やってんのか、もうなんか分かんなかった、あんま分かってなかったけど、それぐらい、そう今日結構やったよ。君だけが秋めいていた、
エケビ三条、運命の歌、僕にできることと君の嘘を知っていたをもう一回さらったって感じ。そう、君の嘘を知っていたをマジ一番やばい、な何みたいな、何の話みたいな曲なので振りが。そうだから一応今んとこさらってないのが、さっきも言ったけど、あの投票曲3曲とユニットとダウンタウンホテルって感じかな。でもまあ投票曲3曲はもうイベント巡りでもいっぱいやったことあるし、正直まあ大丈夫かなとは思ってます。まあもちろんやるけど、やちゃんとやってはいくけど、でもまあ正直大丈夫かなと思ってます。ただダウンタウンとユニットがやばいっすね。頑張ります、ちゃんと。しっかり頑張ります。気合で。まあなんとかするよ、10年やってきてるわけだから一応。しかもこうやったことない曲、正直その一回も手につけたことない曲というか、一回もこう披露したことない曲ってあんま私なくて、この公演意外と。ロマンスもやったことあるでしょ確か。ロマンスいらね、性格悪い女の子ない、恋愛サーカスは、まあ、振り違うけど披露したことある。オネストマンもある。でもオネストマン、あ言わない、なんでもない。オネストマンもある、ある、なんならもうこの間やったで、オネストマンやったし、ユニットは一旦置いといて、投票曲だってやったことあるし、全部。ダウンタウンないね。まだあれが入ってない、セットリスト。あ、君の嘘ない、君の嘘知ってた、ハッピーエンドもあるし、君だけが決めていたない、三条もあるし、運命の歌折り面だし、僕にできることチーム K でやったし、だからユニット除いて、もうユニットはねもう関係なしとした時に4曲だけなんですよ、1回もやったことない曲って。そう、振りサビの振りも分かんないみたいな曲って4曲だけなの、意外とね。そう、あもちろんその立ち位置が一緒とかじゃないんで全然振り違うし、2番あるから、そう、あの全然振り多いんですけど、だから全くねそんな役に立ってるわけじゃないんですけど、あんまりでも意外と10年やってると、なんか10年やってると振り覚えが早くなるみたいな風潮あるじゃないですか、先輩って振り覚え早いみたいな。分かったことがあって、10年やってるとそれだけ曲数が増えるので、やった経験の曲数が、この曲昔やったなとかのその昔の記憶で意外といけたりするんですよね。だから先輩たちが振り覚えが早いっていうのよりも、多分あムシ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 、すっごい動いてる、あすっごい早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 い、ちょっと待ってちょっと待って終わった終わった、ちょっと待って、いなくなりました。共存したいと思います。はい。
共存したいと思います。はい、一応シュッていうのだけ炊きますね、ちゃんと。びっくりあ、そんな、なんかこんな虫とかじゃないです。もうこんな虫なんで。はい、なんか動いてた、黒い点が動いててびっくりした今。めっちゃ早かった動き、しかも。うん、一応シュッて、その大きい、あのなんかお部屋に、お部屋全体にシュッてやつはやるけど、まあ、ほぼ共存します。結構怖いけど結構怖いけど、何の話してたか忘れた。もうごめん。ありがとう。5周年。あ、振り覚え。そう、先輩たちが振り覚え早いのというより、多分やったことあるんだろうね。と思いましたね。はい。なんか振り覚えが早いというか、やったことある経験が、みたいな感じ。そう、だから私も今回の公演のレッスンとかも、やっぱロマンスいらねとか、のサビとか運命の歌とかもやったことある曲だから覚えるのが早かった。そう、はい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 みたいな、はい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 みたいな感じだったので、うん、虫探してるよ。そりゃ探すよ、そりゃ探すでしょ、一回見つけちゃったらそりゃ探すよ。そう、でもいきます。虫さんは気になっちゃいますね、そりゃちょっとね。なので、まあとりあえず頑張ります。1日まで残り1週間ないんですけど、公演とかもあるし、公演じゃないや、明日もほぼ1日お仕事だし、明後日横浜で握手会だし、し明後日も握手会だし、正直、できんのかやれんのか橋本って感じなんですけど、もう頑張るしかないんで、もう発表されちゃったんで発表されてしまったので頑張るしかないので、そう、頑張りたいと思います。うん、握手会中に練習してていいよ。でもバレる、うちのあれポジションバレないか。マジで振り V 持ち込みたいんだけど、普通にいいかな、 iPad 持ち込んでていいかな怒られないかな。暇してる時に売れてなくて暇してる時に、暇してる時間帯に、
あのファンの皆さんと握手してる間は全然絶対ちゃんとあの普通に握手するんですけど、そうじゃなくてこうね、ちょっとスカスカだなみたいな時に、横目でこうやって見るぐらい、そんなマジ普通に踊りちゃんと踊りはして、映像を目に焼き付けるぐらいそうそうそう、踊りまくってたらおしまし増えそう。逆にね。でも私僕隊の時確か踊ってましたよ。僕隊じゃないか、武道館前、武道館じゃないピアアリーナか、ピアアリーナ前多分踊ってた、なんかバレないようにうん、そう一緒、頭に曲流して踊ってました。そうです、うん、なんかレーン空いてたからレーン空いてたから踊ってたと、僕隊も踊ってた。そう、あピアリーナの時は踊ってないか、僕隊かな。そう踊ってたら隣あやねちゃんだったんだけど、あやねちゃんがえ僕隊みたいな、そうってあやねちゃんのとこえみたいな、マジ何でも教えるわみたいな言ってくれて、めっちゃ心強かった。うん、いつでも聞いて言ってくれるのマジ心強い本当に。今日もみずみんと一緒にその自主練、みずみんはいいな研究所の前に、私は公園の前に自主練を二人でしてたんですけど、二人でって言っても一緒にできたのは本当1時間弱ぐらいだけど、一曲だけ一緒にやったんだけど、みずみんと一緒に出るからね1日、僕にできることを一緒に今日やったんだけど、私やったことあるからさチーム系で教えてたら、マジで今日ハルピョンさんいてよかったですって言われたそう本当は今日は全然行く予定なくて、みずみその水島ちゃんが使ってますっていうことだけは聞いてたんですよ。だからどうしようかなと思って、みずみに昨日の夜明日起きれたら行っていいって聞いたら、いいですよって、でも私予定あるんでちょっと遅く行きますって来たから先にやってたんだけどね、一曲ってか他の曲や先にやってて、みずみに来て一緒に僕にできることやったんですけど、全然いつでもって感じ、いつでも教えれるものがあれば教えるけど、まあ間違ってるか合ってるかはちょっとごめんみたいな感じそうでも、できることならやっぱ私たちも先輩が教えてくださったし、たくさん一緒に初日ちゃんと迎えたいので、推しメンと久しぶりに一緒に公演に出れるのが楽しみです。何
のでここから先、まあ最近もねそんなに長く配信してなかったんだけど、ちょっと配信時間が短くなると思いますが、まあ許してください。頑張ってんだなと思って、うん、仕事頑張ってんだなって、急に急に野球見る。なんか名前変わりますよね、みずほペーペードームみたいな、謎すぎる。いやもうホークスとはホークスとはって感じなんだけど、名前変わる。そう調子いいんだよね、この調子のままで、このまま勝ってってくれればいいけどね、マジで本当に。このまま優勝してくれればいいが、しかしっていう感じですわ。もう今日から変わったんだ。そうなんだ。なんか今日さ、あのあれで言ったけどさ、MC でさ、名前も変わりますしねって言ったけど、誰もなんか一瞬も笑ってもくれなかった。あ、みんな知らないんだと思って。みんな名前変わるって知らないんだと思って、もうそこ深掘りしなかったですもうはい、なんか誰も反応してくれず、もういいやと思って興味ないんかと思ってやめました、はい、順位表1位です。ちなみに結構点数をね取ってるんですよ、ありがたいことに。 2.5 ゲーム差、意外とあんま開いてないけど、総得点めっちゃ取ってる気がするホークス。うん、総得点とか見れないのかな、プロ野球総得点。2024年度セリーグ、あー、こういうのこういうのこういうののパリーグが見たいんですけど、ホークス、パシフィックリーグチーム、あ、これじゃない、あ、2023年度違うのよ、24年度のが見たいのよ。あ、これか、あ、来た、あ、これセントラルリーグ、あ、違うのよ、24年度のパリーグが見たいのよ。あ、来た、得点90点、すごっ。2位のチーム74点、しょ、すごすぎ、取りすぎ、点数取りすぎ。
だってセリーグ1位のチーム61点だもん。取りすぎ、ホークス。いけいけ、もっといっちゃえもっといっちゃえ、いけいけ。ちなみに昨日現在です、今日じゃない、昨日の NPB、 はい、 NPP、 NPB 公式のホームページ見てます。私も頑張るんでね、ホークスさんも頑張ってもらえたらなと思います。ということで明日も仕事だぜ、嬉しい。明日配信、まあ、夜多分できると思うんだけど、金曜ロードショー厳しいかも。終わり時間がねこの時間だけど、この時間にまずぴったりに終わんのかっていうのもあるし、その時間から帰ったと、うん、ちょっと微妙かもみたいな感じ。その時間にぴったりに終わって、そっからありがとうございました、お疲れ様でしたみたいな感じになった時に、あ、ドッポンタイムやんなきゃ今日の。やばい、じゃあドッポンタイム45分やって、45分じゃないや、45分までやったら終わります今日の配信。はい、やんなきゃ。公演の練習は今日はもう大丈夫、うん、もう今日疲れたからやらないですはい、3日後に焦ってる自分の姿が見えます。 AKB48 のドッポン独り占め、やばい、やってない、焦ってる自分の姿は見えますけど、でも早く寝ることも大事。ピョンと一人ドライヤーしながら振り笛見るとかはやるけど、もう今日は踊りはしない、疲れたから。なんかねみんな言うのよ、おだえりのが終わったら一段落だねって。この間おだえりの公演の時に言ってたのね、その普通にスペードクラブでもいいよ、そう、代理のが終わったら一旦落ち着くねって。そのみんな振り起こしとか振り覚えとか、そう言ってたんだけど、わいこれある、このゆいりさん公演、まあゆいりさん公演出てる人たちが言ってたので、まあ、みんなはもうそれ、私よりも全然先にもっとこの大変さを味わってる人たち、もうかっこいい先輩方なので、私からすると沼公演先輩なので、私これが終わっ、1日が終わっても2日からちょっとバタついて、3日波動で、4日は4日ででもめっちゃなんかね、ドキドキ、すごく私は4日をモチベにしてる部分はある、ちょっと頑張るぞっていう気持ちでいっぱい、楽しむぞっていう気持ちでいっぱいで、5日は5日でね頑張るぞなので、5日、でも7日からもなんかちょっと忙しそう、なんかもうなんかバタバタです、橋本バタバタみたい、まあ、頑張ります。でもはい、あ、4日は全然めっちゃプライベート、普通に
普通にプライベートごめん。ちゃんとその日休みですかって聞いてからプライベートの予定入れてるんで私は。はい。めっちゃ楽しみの、ぴょんずぴょんずぴょんず4日をモチベに頑張ります。一旦1個 DM するね。リバース。この日って何の日？あ、通信切断されたんだけど。通信切断されたんだけど急に。これわかんのかな、これでわかんのかな、これでちょっとめちゃめちゃ暗号送りました今ウィバースで。とあのここでは言わずにコメントで、ウィバースのコメントでください。解けた方はそういうこういうことかなみたいな、ぜひ回答をお待ちしてます。めっちゃ暗号送りました。え、なんか Wi-Fi 終わってんだがWi-Fi 終わってんだが、なんかドボンホーム戻ったんだが、ちょっと頑張ってくれんかの。一回 Wi-Fi 切ろ。ショールームは見えてます？これ今ちゃんとできてる？番号読めるっしょ。ごめんねみんなお待たせ、ハルピョンのこと待っててくれてありがとう、お待たせ。え、この人なんかズッキーに教えんしてんだけどズッキー推しなんだ。え、今日いたよね、あれいなかった？今日公園いたよね、あれ違う？年推しだとばっかり思っていました。今日推し編した？もしや。え？そっか。いや、全然いいんですけどね。気持ちは寂しいなっていうだけ。全然いいんだよ。お、みんな着実に暗号が解けてますね。ちょっとずつだけど5周年おめでとう。今日劇場始めまして、おしましします。え、嬉しい、ありがとうございます今日の劇場で釣れました、一人、やったどこにいた方かな、
ありがとうございます、嬉しい、万歳しょイエーイ。しかも嬉しい、5周年の配信で来てねっていうの忘れてた、今日5周年配信なんでみたいな言うの忘れちゃった。隣にいたクルちゃん推しの女の子もめちゃくちゃハマってた。私あのクルちゃん推しの女の子に最後一瞬しかレス送んなかったけど、それでハマってくれたの嬉しい俺も日曜日おしまし予定、増せ増せみんなみんな増してこう、いいね、おしましっていい言葉ハルピョンからのおしましはちょっと寂しいけど、ハルピョンにおしましはちょっと嬉しい、ハルピョンからおしましはちょっと寂しいです。ありがとう。頑張りましょう。イート公園でゆうゆう推しがハルピョンかわいいってつぶやいて、嬉しい、来てくれたのかなその後その後来てくれてるかな、ピョンズピョンズ2人、タッキーさんハートありがとう。いや今日のさ MC なんか握手会あるあるみたいな MC さ、みんな弾丸すぎてさ全然入っていけなくて、話難かった難かった、すごいポンポン出てくる3人ともすごかった。私全然握手会あるあるなんかあるかな普通に前楽しいなみたいな気持ちで喋ってるだけなんだけど、みんなとって思いながらそう。でも一個言いたかったんだよね、誕生日当日の握手会楽しみって。でももう言えるなんか雰囲気でもなくて言えなかったのでいいやと思って、しかもさなるちゃんを前にさ滑走路とか言えないやん、クラのパイセンを目の前に滑走路とか言えないから、そう一部のお話、一部横浜の違うなんだどこだっけ幕張の一部スカスカとか言えないからそうちょっと言えなかった、うん、誕生日一緒なんでた、えお祝いし合おうね絶対、約束、あの私の多分レーンの近くにいる人たちに自分今日誕生日なんですって言ったら祝ってくれると思う。ピョンズ優しいからハルピョン、いやハルピョンと一緒なら祝いますって言ってくれると思うんで、ぜひ自分今日誕生日ですって言ってくださいどんなファンって思うけどおもろそうピョンズ一人いや、クラノーパイセンはもうしっかりと売れてますから、握手会もお話し会もすげえですから、そんな人前に言えないです。
幕張の一部暇なんて。はい、誕生日も一部だけ売れなかった、完売しなかった一部だけ。またとしても当日に3部売り切れたのは嬉しい。ピョンズ一人、ピョンズは早起き苦手、一緒や。お尻にいるって言うからね。いや本当はね30分に配信終わろうとしてたけど、ドッポオンタイム、あ別にドッポオンタイムって配信しながらじゃなくてもいいのか。まあいっか。そっちの方がドッポ配信しながらの方がピョンズに当たるしね。いいや。誕生日が2日目だったらよかったのかな。関係ない。したらさ、遠方の人とかは前日泊まって一部。そうだよね。ごめん、25で、25日生まれで。え、でもマジで11時8分だけちょっとみんな、11時8分ってお話し会中、握手会中、あちょうど握手会中じゃない、時間的に。さて誰が私の11時8分を取れるか。ピョンズピョンズピョンズだ。生まれた時間11時8分です。誰が取れるか。でもなんかその時間に狙ってこないでくださいね。あの売り切れてるので、その日2部ちゃんとみんな普通に来て。誰が私と私の瞬間に、私の24歳の瞬間に握手しているのは誰なのか、はたまた剥がされているのか、楽しみですね。はい、よろしくお願いします。3000何グラム、54センチぐらい違ったっけ。適当。3100、今から LINE 来てそう。来てないや。3100何グラム。ライン来ず、ママも忘れてます。3176グラムだって。覚えづら。何センチ？54センチぐらい。適当。49センチだって。あと1センチちっちゃけよかったのに。48だったのに。あと1センチちっちゃかったら。悔しい。確かにちょうど1メートル伸びたんだ。私人生で24年間で。
でも身長は多分って来てるんで、多分適当かも。適当かも。ピョンズピョンズピョンズでした。3176g。その十何倍です、今。私一番大きかったです、いとこの中でも。誰よりも体重重人間で生まれました。3キロのハルピョン、やめてやめて、3キロのハルピョンとか言わないで。ね、調べたら違ってただって。おい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 3172g、 49.5cm。おいおいおい、娘の身長と体重覚えててよ。今150あんのかな、うち。わかんないや。もしかしたらガチで1メートルかも、ぴったり。そっか、1メートルしか伸びなかったか、24歳で。ちょっと悔しいな。だって1メーター50とか伸びてる人もいるやん、絶対この世に。それはいない。でも45センチとかで生まれて1メーター50伸びたら195だから、まあでけえめっちゃでけえ大谷翔平さんってどれぐらいなんだろう。八村塁さんとかそれぐらいですよね。だってバスケ選手とか普通ですよね。そう、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。チーヤンさん、ピョンズピョンズピョンズ。そうだよね、だから私一人分伸びてるってことでしょ、その人は。すごっすごっ。ハルピョン一人分。負けた、終わり。49分だ、終わりって送ろう、ドボンタイム。ということで配信も終わります。明日も配信じゃないや、明日もお仕事なのでお風呂入って寝ます。ちゃんはもう今日だって7時8時半とかに起きてっからね、うち。そう、8時半に起きて携帯充電切れてるのに気づいて、てかまあ別に今日は携帯充電夜、昨日夜しなくてもいっかと思って充電しなかったら充電切れてって感じ。とりあえず毎日アイドル5周年本当に皆さんありがとうございます。私自身、そうですね、本当に5年間こうして続けられているのはマジで皆さんが見に来てくださっているからなので、これからも皆さんと一日ずつ記録を伸ばしていけたらなと。まあ別に無理にではないけど、楽しく毎日なんかのほほんって適当に配信して、気づいたら
また1年経ってたねぐらいの気持ちで配信できたらなと思います。本当に毎日来てくださってありがとう。毎日暇な時に来てくださって本当にありがとうございます。私もみんなと喋ってるのがすごく楽しいので、これからも喋らせてください。よろしくお願いします。ということで、それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。眠たい。ふいつも通りの配信ですよ本当に。ほのぼののほほんと、いきます。1位マックミックさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。2位 A ダッシュアットピョンズさん、タワーもありがとうございました。3位哲也、間違えた、直吉さん、ありがとうございます。タワーもありがとう。4位哲也アットハルピョン大大大好きさん、私もタワーもありがとうございます。5位タカマガオアットピョンズ、配信間に合ってよかった、よかった、おつありがとうございます。6位ともゆきさん、タワーもありがとうございます。7位鉄道の8アットピョンズさん、タワーありがとうございます。8位コロポックルさん、タワーありがとうございます。9位ちょ、せっかくだから、これ多分15、あれ、まあいいや、ちょっと待って。8位コロポックルさん、ありがとうございます。読んだか、読んでないか、ありがとうございます。9位長月アット、これからもよろしく、交通費貯めるね、ありがとう、貯めてくださいタワーもありがとうございました。10位後期、配信5年、おめでとう、ありがとう、今年は現場増やしてくださいタワーもありがとう。11位にもすけさん、ありがとうございます、タワーありがとうございました。12位サプライズレバーとピョンズさん、タワーありがとうございます。13位クジノダイゴさん、タワーありがとう。そしてあれか、待って、カメキヨンさんもくれたよね、タワーありがとう。すごい、タワーくれてても登れないんだ、もう壇上、すごい、ありがとう。そんな、ありがとう、みんな、本当に皆さんに見ていただけて私の配信があるので、これからも見てください。私もね、これからも見られてるってちゃんと覚えながら発言には気をつけたりしようと思うのでたけにいさん、タワーありがとう、せーの、タワータワーありがとう、たけにいさんありがとう、ありがとうございます、はい、ちゃんとまた記念の日を楽しく迎えられるように頑張ります。まあ頑張るっていうか楽しんで、また明日からも配信したいと思っているので、前髪入ってたね、前髪切ったんだけど、みんな今日顔カサカサすぎる、やばい、マジでパックしよう寝る前。前髪切ったんだけど、みんなね、あとさ、もみあげも切ったんだけど、で毎日見てるのにハンピョンのこの変化がわからないってどういうこと？やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。
橋本めんどくさいマン発動してる。やばいやばいやばい、やめて、あと4分、あと4分我慢して、ごめんなさい、すいません、ありがとうございました。本当に5周年ありがとうございました。またそうですね、あでもそう、あの5月5日にも前髪切ってくだ、あの今日切ってくださった切れるメイクさんがいらっしゃるので、5月5日にも切ってもらう予定です。あはい、お仕事であの会える予定なのでお仕事で会える予定なので別のね、とあるお仕事で普通に会える予定なのでフはい、切ってもらおうと思ってますよろしくお願いしますということで、それでは最後にランキングをやめて、最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。違うの、ごめんなさい、はい大丈夫、もうみんな見てない。それではありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。業務自慢のラビットチャープで 16,978 盛り上がり、ありがとうございますの皆さんにきっと笑顔をお届けしちゃう、富山県出身アルピオンこと橋本春奈でした。ありがとうございました。バカ、本当にバカありがとうございましたおやすみなさいまたね、おやすみ、ありがとうちょっとこのまま12時迎えよう、もうなんか切るのめんどくさいからピースイエーイゴバイバイマジでバカだな。